パンツは体に良くないからパンツは体に良くないんだよ。下半身の締め付けになるからね。特に女の子は下半身の締め付けに良くないから、寝るときはね、なるべくパンツを履かない。履かなきゃいけない時もあるんだけど、お友達の家にお泊まりした時とかはびっくりされるから履かなきゃいけなかったりとかするけどね。お友達にねパジャマ貸してもらったりしたらね。まあまあ、ノーパンは変な意味じゃなくて、健康になれるからおすすめだよ。本当に本当にね、一回ね、ノーパンで寝始めるとね、もうノーパンから離れられなくなるよ。いや、パンツってこんなに締め付けてくるんだなっていう風に感じるから、すごく女の子の方が推奨はされてるけど、男の人もノーパン健康法試したら多分ね、病みつきになると思うよ。ノーパン代ってなんやねんやめろ、せめて健康代って言え。いや、ね、本当に変な話じゃなくて健康法の話だから締め付けが良くないからね。形状は何にせよパンツは良くない。パンツが良くないっていうのもちょっと変な話なんだけども、下半身をパンツから解き放った方がいいのですよ。今から脱いでくる。いいぞいいぞ。もうね、健康法の話だから朝から爽やかなお話をしてしまいましたね。